ね、4も来ると思うんですよ。私たち結構鈍化ぶりなのでとね。ちょっと侵入ね、本当に。そう、本当にみんなスローなのか。大丈夫？え、ちょっと待って、嘘嘘嘘、え、脳幹じゃない？ねえ、こんなこと、やばい、何？取られてる取られた、もう終わったんだけどな、2万円もかけとてんいうだべけきか、ど。それとも隙を逃さずというべきかだったんですが、え、だって盛り上げてたここもん。は2番の赤岩に待機行動中アクシデントが起きてし駅どまういなましるの？た。見えんか？この12レースですが、待機謝行る動し。中なんと2号艇赤岩よしおにアクシデントが起きてしまいました。各艇を一旦ピットに戻しあてらあらら。再発送を行うということになります。ファンの皆様にお知らせいたします。残念ながら第12レース2号艇赤岩よしお、待機行動中にアクシデントとなってしまいました。水面上の事故艇をこれより除去いたします。初めて見た、前艇を一旦ピットどうになるん戻だしたろう。上で再待機発行送を動行中いにまアクす。シデント。ファンの皆様、再発送まあ、で取りしばに行っらくたお待ら、ちいただきたいねえ、と思ちょっいと、ます。だいぶぶつかってます。盛り上げちゃってたもんな。重ねてファンの皆様にお知らせいたします。第12レース、待機行動中に2号艇赤岩よしおにアクシデントが起きてしまいました。大変長らくお待たせいたしました。よもやまさかとなった12レースです。楽天銀行杯争奪戦シリーズ最後の戦いとなります。この再発送を待つ間も少しまた日差しの量、差し込む日差しの量が多くなってきました。12レース優勝戦仕切り直しの始まりとなります。なお、このカード2号艇で出場予定でした赤岩よしお、待機行動中の沈没のため返還欠場となります。お手持ちの投票券着順確定までは大切にお捨てになりませんよう大切にお持ちになっていてください。12レースの優勝戦定番順の2対3のスタイルです。進入隊形インコースから1番3番4番5番6番です。スタートしました。2コース3番上りは少し遅れました。インから1番の海野幸四郎はしっかりとスタートを決めて1周1マークの旋回となります。なお、改めてファンの皆様にお知らせいたします。第12レース2号艇赤岩よしおは待機行動中の沈没による出遅れ返還欠場でございます。2号艇赤岩よしお出遅れ返還欠場、2番の組に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権着順確定まではお捨てになりませんよう大切にお持ちください。